まもなく開式1分前でございます。皆様お席の方にご着席の方よろしくお願い申し上げます。まもなく定刻となりますので、皆様お席の方にご着席の方よろしくお願いいたします。内容をっていうことだったのでね、わかりました。はい、行きましょう。定刻となりました。皆様こんにちは。こんにちは。昨年は党大会において維新次の10年への飛躍、地方から日本大改革をスローガンのもと、さらなる飛躍に向け短期目標、中期目標、長期目標を明確にした活動方針を決定しました。その直後の統一地方選挙において、全国地方議員を600名以上誕生させるという中期計画の2つの短期目標を見事達成し、現時点で1000名を超える特別党員を要するまでに至っております。次は中期目標である次期衆議院議員総選挙で野党第一党を獲得しなければなりません。維新スピリットを全国に広めていくため、さらに気を引き締めて邁進してまいる所存でございます。本日はすでにご案内の通り、党予算をはじめ我が党の方向性を特別党員である皆様にお諮りいたしたく、ご参集いただきました。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます、私京都府亀岡市議会議員の松山正幸と申します。同じく私は東京都武蔵野市議会議員の深田紀美子と申します。不慣れではございますが、この重責を2人で務めてまいりますので、最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。それでは開会に先立ちまして、元日に発災した令和6年能登半島地震の被災者への黙祷を行います。皆様ご起立ください。黙祷。お直りください。では続きまして国歌斉唱を行います。国旗にご注目いただき、国歌斉唱を願います。
ありがとうございます。ご着席ください。それでは次第に沿って進めさせていただきます。はじめに日本維新の会馬場伸幸代表よりご挨拶を申し上げます。馬場代表よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、馬場伸幸でございます。本当にすごいです。壇上から皆様方の方を見させていただきますと、こんなに多くのメンバーが仲間としてこの党大会に集まっていただけるようになったんだなと、本当に感無量の思いで今ここに立たせていただいております。この党大会を行うに際して実行委員の皆様方にも大変お世話になりましたことを心から厚く御礼申し上げたいと思います。そして今日はですね、国会内で共同会派を現在組ませていただいております教育無償化を実現する会の前原代表にもお越しいただいております。京都で党大会を馬場さんやるんだったらぜひ俺は呼んでくれよと、京都のご出身でございますんでね、そういうご連絡をいただきまして、今日はこの場にお越しをいただきました。心から厚く御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。そして維新スピリッツを持って各地で頑張っていただいている首長さん、すなわち兵庫県では西村知事さん、斉藤知事さん、ごめんなさい、ちょっと上がってまして、すみません、斉藤知事さん、次間違ったシャレになりません。そして奈良県からはですね、今この地元のいろんな問題で注目されています山下知事さんもお越しいただいています。大阪と合わせるとこの知事という全国で47議席しかないこの知事という役職のメンバーが維新の会で3名いると、長崎もご推薦をいただいています、ご推薦させていただいていますし、石川も顧問になっていただいていますから、続々とこの維新スピリッツを持った首長さんも全国に広がってきているということはですね、各地で頑張っている特別党員、また党員の皆様方の力の結集のおかげだというふうに心から感謝を申し上げたいと思います。合わせてこの1月1日に発生いたしました、先ほど皆様方にもご協力をいただきました能登半島地震における被災者の皆様方、心からお見舞いを申し上げたいと思います。私も先週ですね、井上秀孝衆議院議員や浦野衆議院議員にご協力をいただきまして、この北陸4県を回ってまいりました。それぞれの県に赴きまして、この県庁をお尋ねをして、我々のやっている身を切る改革、に思います。で今日はですね、現職の国会議員さん、そして150名近くの支部長の新人立候補予定者の皆さん方もこの会場に多くお越しいただいていると思います。で、皆さん方の心の中にはですね、この自民党の問題があるから我々にとって有利じゃないか、維新にとって追い風が吹いているんじゃないか、そういうふうに思っておられる方もいらっしゃると思いますが、私はそうは思いません。
それはもう各メディアのいろんな調査でも出ているように自民党の支持率は下がっていますが、野党維新の会はじめ野党の支持率は全く上がっていない、そういうことに表れているのではないかなというふうに思います。でこれは、まあ、野党である我々が、まあ、力足らずだという評価もありますけれども、この政治とお金の問題で今や国民はですね、自民党だけではなしに既存の政党や政治家に対して信頼ができないな、そういう思いに拡大をしてきているという表れだと思います。まあ、したがってですね、このこれから選挙を迎える総選挙に向かって準備をされている皆さん方は今まで以上の活動をしなければですね、当選することは夢のまた夢ということになると思います。で私はもう機会あるごとに新人の方含め現職の皆さん方にはどうすれば選挙に勝てるか、そういうことを申し上げてきました。まず50名の支持者を集める、今日お願いして明日50人集められることを目標に活動をしていく、これは自分の人生振り返っていただいてどうすれば50人集まっていただけるかということを日々ですね考えながら活動していく、いろんな活動をされてこられた方いらっしゃると思います。そういうことを振り返って、自分の人生を振り返って50人を集めると、これはですね簡単なようですがなかなかできません。できませんが、これを達成できればですね、次の目標であるポスターを選挙区内に1000枚貼ると、これも金がね申し上げてまいりました。まあFacebook 等で見ていますと、皆さん方ずいぶん頑張っていただいて自らいろんなところに足を運ばれてポスターのお願いをして貼っているという写真を見かけます。確かにそれも大事だと思いますが、私は50人集めることを目標にするということはなぜかと言いますと、このポスターの問題とってもですね、50人集まれば1人20枚貼っていただければ1000枚になるんですね。ですからやはり国政に挑戦しようという覚悟を持っておられる方々は、この50人を集めて1000枚のポスターを貼るというぐらいの組織力、機動力、そういうものがなければ絶対に小選挙区で当選することはできません。自民党がいくら風向きが悪い、旗色が悪いと言っても、自民党はやっぱり組織や団体や企業がついていますから、いざ選挙ということになると、それまで温めてきたこの機動力をですね最大限に発揮して戦っていくと。ですからもう用意ドンという時には、自民党の候補者はすでに100メートル競争でいうと30メートル40メートル先からスタートをするんですね。我々は0メートルからスタートしなければならない。そのためには自前のこの機動力を作っていかなければならないと思います。ですから現職支部長の皆さん方、こうね、私マスコミで一回怒られましたけれども、1日24時間365日お風呂入っている時と寝てる時以外は選挙のことを考えてますと、こういうふうに言いましたら、そんな選挙、そんなことをやらなければならない選挙はやっぱりダメですねというふうにも言われましたが、自民党の候補者を上回ろうということになれば、自民党の候補者や他の政党の候補者がやっている活動の5倍10倍20倍活動をやらなければ当選するはずがありません。ですからこの政党の支持率というものも非常に大事ですけれども、まず自力をつける、そのためには組織団体企業に依存をしない、力を借りない、我々維新の会は自らの力、そして誰々さんなら応援しようという人々の力、民の力で選挙を勝ち抜いていく以外にはありません。しっかりとそのことを自覚をしていただいて、
いや風向きが悪かったから通りませんでしたとか、いや何やらの理由でダメでしたという他人のせいではなしに自力をつけるということをぜひお願いをしたいというふうに思います。そして現職の衆議院議員の皆様方も一期生の皆さん方が大部分でありますから、まあよく言われるのは維新もぼちぼち既存政党になってきたねと、この国会議員は国会議員先生のような態度振る舞いになってきたねというご指摘も最近よくいただくようになってまいりました。なぜ国会議員になって何をしようと思っていたのか、そういうことをもう一度初心に戻っていただくとともに、新人の支部長さんを上回るような活動を行って、なるほどと、先輩方がああいうことしてるんだから俺たちもっとやらなければならないなと、そういう奮起を促すような活動を背中で見せていただきたいというふうに思います。衆議院選挙はいつあるかは分かりません。今の風向きでは4月とも言われていますし、6月また秋口であろうということも言われています。一番濃厚なのはやっぱり6月ではないかなというふうに思いますが、まあ、これから自民党の中でどういう処分が行われるか、そしてそれによって岸田総理がどういう立場に追い込まれていくか、これが非常に選挙に与える影響が大きいというふうに思いますが、次の総選挙がこれからの日本の方向性を決める、その入り口になるということは確実だと思います。そういう意味で我々がこの築き上げてきた中期経営計画、この中期経営計画の第3ステップをクリアをして、そして日本を二大政党にして、この保守政党同士の改革合戦にこの日本を持っていく、これが我々のこの中期経営計画のゴールとも言える地点でありますので、ぜひ一致団結してですね、この総選挙戦い抜きたいというふうに思います。そしてここには特別党員である地方議員の皆様方も大変たくさんの方ご参加をいただいていると思います。それぞれの地域で候補者のいるところ、まあいろいろあると思います、人間同士ですからね。でもそういったことは目をつぶって、そして大きな目標であるこの日本を二大政党にするということを目標にですね、一致団結してやっていただきたいと思います。地方議員の皆さん方の中でどうしても我慢ができない、そういうことがあれば藤田文武幹事長に言っていただいてですね、何でも受け付けてくれますので、幹事長に言っていただいて、その地域でみんながスクラムを組んで仲良く大きな目標に向かっていけるように頑張っていきたいと思います。今日本がなくしているのは、国民が夢や希望を持ってワクワクドキドキする、そういう社会にはなっていないということですから、我々維新の会で維新スピリッツを発揮して、全国民がワクワクドキドキするような、そういう社会を一緒に作っていこうではありませんか。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。馬場代表ありがとうございました。続きまして、日本維新の会吉村博文共同代表よりご挨拶申し上げます。吉村共同代表よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本維新の会共同代表の吉村です。今馬場代表が日本維新の会のこれからの方向性について話をされました。馬場代表をトップにですね、皆さんと一致団結して協力して前へ進んでいけたらなというふうに思います。今日僕自身はあまり長く話そうとは思わないんですけれども、一つだけ皆さんに今僕が感じていることをお伝えしたいと思います。それは何かというと、危機感です。危機感、僕は今非常に日本維新の会に対して強い危機感を持っています。
これから支部長で戦われる方もいると思うし、それから現職の国会議員の皆さんも多くいると思います。まあ、僕はずっといろいろこれまで、国会議員もやりました、市長も知事もやって、今この場にいます。先の2年半前の衆議院選挙もやりました。そこで当選した衆議員も多くいると思いますけれども、その時の空気とは全然違うということです。その時受かったあの感覚で次の選挙に突入すると、僕は偉いことになるというふうに思っています。もちろん今自民党がやってることを裏金、ね、もうむちゃくちゃです。腹立ってしょうがないですけどね。本当に自民党をぶち壊したいなという思いがあります。でもこれがじゃあ僕らから見てそうだったとしても、じゃあ国民の目から見て本当に日本維新の会は受け皿になってますかと、自民党がダメだからじゃあこれやっぱり維新に信頼しようという空気になってますかと、僕はまだなってないと思うんです。特に、まあ、僕なんか知事ですし、山下さんも知事で、今自民党とガチンコでやっぱり奈良を良くしたいということでやられていると。そしてね、斉藤さんなんかも一緒にこうやって、います。こう首長であれば日々の政策で一個一個積み重ねて街を変えていく、改革するっていうのは実際実行できます。でもその今国政はやはり自民党が与党なんです。自公は与党です。だから我々は、国民はなぜ次の総選挙であったり、そういったところに大切な一票を維新に投票するかというと、まあ、そういった実績を積んでいるとか それもあるかもしれないけれども、そうじゃないエリアで見ると期待値なんです。期待値。じゃあその期待値っていうのを本当に感じているのかと見たときに、僕はまだまだそれが足りてないなというふうに思うんです。で、何かっていうと、やっぱりね、まあ、おそらく次まず4月に東京と長崎で補選がありますね。これはもうむちゃくちゃ大事な選挙ですよ。支部長の皆さん、自分の地元もあると思いますけども、4月のこの東京の補選と長崎の補選でどういう結果になるかということが、僕は次に大きく影響すると思います。そして遠くない未来に衆議院の総選挙ありますね。さっき馬場代表もおっしゃいましたけれども、まあ、僕も6月は可能性高いだろうと思ってます。僕が岸田さんの逆の立場だったら6月に打ちます。じゃないと自分はクビになりますよね。自民党の権力争いの中で勝負かけるとしたら6月ですよ。これは僕が岸田さんの立場だったらそう思ってやっぱりそれやると思います。もうそう遠くない将来に総選挙が来るわけですよね。でその時に我々維新の会、国政政党として国民の皆さんに対してどういう価値観を提供できるのか、どういう集団なんだろうと、どういう熱量を伝えていけるんだろうか、ここをもう少しやっぱり現職の国会議員たくさんいるので、そこ中心になってね、練っていってほしいなと。でやっぱり熱が発するっていうことがすごく大切なんです。その熱を伝えていくと、伝わるぐらいの熱を発するということをやっぱりやっていかなきゃいけません。そうじゃないと大きなうねりっていうのは出ませんから、大きなベクトルっていうのはね。で例えばですけれども、じゃあ何するの、どういうこといろいろあるよねっていうありますが、例えば今音喜多さんなんかも出されてますけど、これからの日本を考えた時にどう考えても少子高齢化で社会保障は持たないよねと、社会保険料もどんどん上がっていくよねと、賃上げは自民党も国民民主もいろんな政党も全部言いますけども、じゃあ社会保険料下がったら賃金上がりますよねと、社会保険料本気で下げに行きますかと、社会保険料を本気で下げに行こうとするのは、これは社会保険は持たないでみんな分かっているけども、なかなかそこ行きませんよね。なんでかと、だってそこに医療制度に切り込まなきゃいけないから、高齢者の皆さんにも今までお世話になっているけども、所得のある人はちゃんと負担してくださいと言わなきゃいけないから、嫌われるんですよ、それをやると。目の前の人たちに、目の前にいる人たちには嫌われるんだけど、それをできるかと、嫌われる勇気を持てますかと、そこは僕は国民見てると思いますよ。大切な一票を投じるわけですから、簡単には投じないです。そんなに甘くないですから、選挙っていうのは。それをこの次の総選挙に塊となって価値観を打ち出してやっていけるかどうかが、僕は大きく結果に左右すると。だから自民党がどうだとか立憲がどうだとかじゃなくて、僕たちがどうなんだっていうのをちゃんと熱量を持って国民にぶつけていけるか、本気でできるかっていうところが、僕は結果に左右してくると思います。でこれは何かというと、僕自身も今知事としてやってます。なので例えば万博は大きく批判されますが、
僕は日本にとって絶対必要だと思ってます。日本の未来にとって。だからどんなに批判されても、まあ、今日はあの写真撮影もだからのスーツで着てますけれども、常に万博のシャツを着て、どんなに批判をされてた時でも着続けて必要だと訴え続けます。まあ、批判もあるかもしれない、しんどい時期かもしれないけども、僕は絶対日本にとってプラスになると思ってやってます。そしてこれは公約でもあります。だからやるんです。教育の無償化やりました。随分批判も受けました。関西のメディアでもかなり批判を受けましたよ。対談なんかもやってね、こんなおかしい教育を壊すのかって言われましたけれども、これは僕は必要だという思いで、やりました。公約を実行する、日本の未来にとって次世代にとって必要だと、そういう信念のもとでやってます。もちろんこれは賛否ありますから、これによって批判を受けることはありますが、でもそれでも賛否あることでも前に進めていくのがやっぱり我々の仕事だと思うんです。そこにやっぱり賛同していただけるかどうか、人気のあるところに何か行こうっていうんじゃなくて、賛否あってもやんなきゃいけないよねっていう改革がやっぱりあるんです。その改革をする政党なんですかどうなんですか、やっぱりここが肝だと思うんですね。この価値観を持って国民の皆さんに本気でぶつかっていけるかどうか、ここが僕は次の総選挙で日本維新の会が大きく変わる一つの分水嶺になるだろうというふうに思っています。馬場代表がおっしゃった通り、一人一人の地域の活動、これが本当に大切なのは当然のこと。僕もずっと市議会議員の時叩きもやりましたからね。叩きっていうのは個別訪問なんですけども、まあ、それは当たり前、それはもう皆さんが当然のようにやる。合わせてやっぱり国政政党の衆議院の選挙となれば、これはやはりその党としてどういう価値観、どういう熱量を発するんですかということをぜひね、もう少しやらないと、僕は少し強い危機感を感じています。このまま突入して自民党が裏金問題があるから大丈夫だろうと、立憲も批判ばっかり言ってるから大丈夫だろうと、そんなことは僕はないと思いますよ。そんな甘くないですから選挙は。なので、まずは次の長崎と、そして東京の補選、これはもうみんなで一致団結して勝ち切る。そして遠くない将来、その後すぐに総選挙が来ますから、そこに備えてきちんと、これは音喜多政調会長中心になると思いますけれども、我々のパッションというか熱量というか、それを熱を持って本当に発する、これをぜひ実現させていく、これが僕は非常に重要だと思っています。それが実現できればおのずと結果としてね、野党代表であったりいろんな目標を掲げてますけど、それは結果ですから、結果はついてくるというふうに思っています。ぜひ皆さんとこれだけ多くの仲間ができました。そして支部長の皆さんも本当に僕はすごいなと、まだまだ維新の旗が立ってないところで旗を立てて頑張ってるわけですから、やはりこう国政政党としてこれだけの仲間がいるわけですから、一つの塊になってこの価値観でぶつかっていくんだと、この熱量でぶつかっていくんだと、そういったものを皆さんの中でしっかりと、まずやっぱり国会議員団中心に作り上げて、そしてみんなで一斉にそれを発信していく、ぶつかっていく、それが重要だというふうに思いますので、皆さんと共にこの来たるべき総選挙必ず勝ち抜いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。吉村共同代表ありがとうございました。誠に恐縮ではございますが、吉村共同代表はこの後大相撲大阪春場所千秋楽の公務が入っておりますので、これをもちまして退席とさせていただきます。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。続きまして、ご来賓の方々がご臨席いただいておりますので、ご祝辞を賜りたいと存じます。まず結党以来初めての有党として、教育無償化を実現する会の前原誠司代表よりご祝辞を頂戴いたします。それでは前原様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました教育無償化を実現する会の前原でございます。今日は京都で行われるということで、馬場代表にお願いをして、来させていただきました。
まあ、長い党名でございまして、まだまだ覚えていただけない方がたくさんおられます。馬場代表も早く覚えていただきたいというふうに思います。時々間違われますのでよろしくお願いしたいと思います。まあ、冗談はこれぐらいいたしまして、我々たった5名の政党でありますけれども、まあ、国会議員では10対1の割合ながら、我々に対して多大なご配慮をいただき、そして共に中道保守の改革勢力として、まあ、日本の政治を変えていく、まあ、その思いで活動させていただいていることに高い壇上からではございますけれども心から御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また私はもともと国民主党という政党におりましたけれども、まあ、京都におきましては府議会では統一会派を組ませていただき、そしてまた市議会では日本維新の会の皆様方、そして京都党の皆様方とともに統一会派を組ませていただき、今や京都市議会では第一党を自民党と争うというところに今なっているわけであります。やはり地域地域で同自民党に勝っていく改革保守の政党を作っていくのかということが今我々に求められているのではないかというふうに思っています。30年間賃金が上がらない、国際競争力ランキングは35位、労働生産性は世界の中で30位、これが今の日本の現状です。これだけ聞くとどこの発展途上国かと思うような数字が並ぶわけでありますけれども、これをまさに放置してきたのが自民党の政治であります。国際競争力ランキングで言いますと、30年前は日本は4年連続1位でした。賃金も日本はそれほど安い国ではなかった。しかし目先の選挙、そして自分たちが支持をしてくれる業界団体、そして地元への利益誘導、これに国政の目的を見出し、そしてそれを続けてきたために国際社会の中では取り残されて、そして多くの国富が海外へ流出する、これが今の日本の現状ではないでしょうか。私は政治家をやらせていただいていて、政治家をやり続けるために私はこの立場にいるわけではありません。もしやりたい目標がなくなったらすぐにバッジを合わさなきゃいけない、そのことを常に私は有権者の方々に申し上げています。何をやるかが大切だって、何になりたいかが私は大切ではないと思っています。第一党になられることも、また政権交代も目的であってはいけないと私は思います。政権交代をしてじゃあ何をするかという目的のない人が、目的のない政党が、私は政権を取ったときには日本の不幸になっていくというふうに思っています。まだ3ヶ月でありますけれども、日本維新の会の皆様方と共に政策を練り、そして考えていく中で、この方々は本気で日本を変えたいと思っている、この方々は本気で日本の現状を憂いておられる、そのことを強く感じます。若い政治家の方々が多いですけれども、本当に自分たちの手でこの日本を変えようと思っておられるのが、私は日本維新の会の皆様方だとこの3ヶ月で確信をいたしました。我々教育無償化を実現する会、まだまだ小さな政党でありますけれども、馬場代表とこの共同会派を組ませていただくときに、政策面では3つのことを実現をさせていただくということを確認をさせていただきました。一つは教育の無償化、労働法制の共通の考え方を持つこと、そしてオール・フォー・オールの問題であります。特に我々が政党の名前に関しておりますこの教育の無償化、なぜ必要かということを簡単に申し上げてご挨拶に変えたいと思います。2つの観点から申し上げたいと思います。格差が広がりました。今生活が苦しいと思われている日本の方々が 63% もおられます。子ども食堂なんていうのは昔はありませんでした。
それぐらい格差が広がって生活に厳しい方々が多くなり、そして子どもたちは学ぶチャンスがない。子どもたちは生まれてくる親を選ぶことはできません。すべての子どもたちに学ぶチャンスを与え、機会は平等にしていく。これが日本が本来考えるべき国柄ではないでしょうか。皆さん、それをしっかりと我々は日本維新の会の皆様方と共に達成をさせていただきたいと思います。もう一点、これだけ先ほど申し上げたように日本の国際競争力が落ち、労働生産が落ちているのは、人への投資を怠ってきた今までの自民党の政治の私は結果だというふうに思っています。一人一人の能力を引き出す、それが労働生産性を上げて、そしてイノベーションを生み、そして日本の成長の原動力にしていく、それは人づくりであり、研究開発に裾野を広くお金をかけることだと私は思っています。ぜひそういった日本がもう一度世界の中で光り輝く国になっていくために、日本の維新の会の皆様方と共に歩ませていただきたいと思っておりますし、そのためには何よりも日本維新の会さんのますますの私はご発展が日本にとって絶対に重要だと思っております。先般馬場代表に東京15区と長崎3区の推薦状をお渡しをいたしました。ビビたる力かもしれませんが、先ほど吉村共同代表がおっしゃったように、この選挙をしっかりと戦って勝つことが、来たるべき総選挙に日本維新の会の皆様方の飛躍につながると思っております。共に皆さん、日本のために戦おうではありませんか。今後とも教育無償化を実現する会、長い同盟ではございますけれども覚えていただき、共に戦っていきたいと思いますし、結びに皆様方のますますのご流盛と、そして皆様方の目標の貫通を心からご祈念を申し上げて、連帯のご挨拶といたします。ありがとうございました。前原様、ありがとうございました。続きまして、兵庫県知事の斉藤元彦様よりご祝辞を頂戴いたします。それでは斉藤様、よろしくお願いいたします。西村では兵庫の西村はちょっと別の方だと思いますけども、改めまして、兵庫県知事の斉藤元彦でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。日本維新の会の党大会、ご盛会に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。改めまして、令和3年7月18日の兵庫県知事選挙、日本維新の会の皆様のご推薦をいただきまして、当時、松井代表、そして当時の馬場幹事長、さらには吉村知事、そして亡くなられた室井兵庫県連の代表様はじめ、維新の会の皆様の多大なご支援をいただきまして、知事にならさせていただきました。改めて感謝を申し上げたいと思っております。その年の8月に知事に就任しましてから、早もう2年半が経過いたしました。この間、兵庫県連、県の兵庫維新の会の片山代表、そして兵庫県議会では岸口団長、そして加藤幹事長など、兵庫維新の会の皆様のお力添えにも改めて心から感謝を申し上げたいと思っております。先日、兵庫県では令和6年度の予算が成立いたしました。兵庫県立大学の授業料の無償化がようやく一歩を進み始めました。これから数年かけて、大学の博士課程後期まで、これは全国で初になりますけれども、そこをしっかりと仕上げていきたいというふうに思っております。こういった大学の無償化をはじめとして、若い世代、そしていわゆる Z 世代を応援する予算として約100億円を計上させていただきました。高等教育の負担軽減、奨学金の返済支援、そして県立高校の魅力アップ、高校生が留学したい場合に最大50万円を応援しよう、不登校の学生さんを応援支援する、さらには不妊治療であったりとか、住宅支援など、今、若い世代が直面しているさまざまな課題ですね、これをしっかり直接応援していくという予算を
第一歩を進めていきたいというふうに考えています。これは高校生や大学生、そして社会人の若い世代ですね、つまりこれから結婚や出産や子育て、大学進学などをしようとする若い世代を応援していこうというのが、来年度の齋藤県政の予算の大きな柱になります。これ今までの県政から言いますと、だいぶパラダイムシフトをしたということで、もちろん県議会でも賛否が分かれたというところでございます。ただやはり少子化の今だからこそ、私自身は高校生や大学生などこれからの日本、そして兵庫を担っていく若い世代、子どもたち、その一人一人が持つ個の力をしっかりと伸ばしてチャレンジしていく、そんな社会を作っていく、そのための施策が大事だというふうに決意をしております。これは若い世代、高校生や大学生などを応援するということは大切なんですけども、それと同時に実はこれはですね、主権者としての意識を若い世代にぜひ持っていただきたいという思いが私はございます。若い世代が政治に関心を持たないというふうに我々政治家は簡単に言いますけども、私はむしろ政治に関心を持ってくださいというのではなくて、政策に関心を持ってくださいということをやっぱり訴えていくということが大事だと思っております。大学の授業料の無償化、高校の魅力向上、高校生の留学支援など、これは若い世代に直接届く、若い世代に直接響く施策の充実を行うということです。知事、なぜ大学の無償化などをしようとしているんですかと大学生から言われたことがあります。高校の部活動の予算を増やした、なぜ知事こういうことをしたんですかって聞かれます。これが実は大事で、若い世代の人たちにとって、なぜ兵庫県がこういった予算や施策を自分たちのためにしてくれようとしているのかということを考えるきっかけを、やっぱり私たち政治家が作っていくということが大事です。それが政策への関心、そしてそれが政治への関心につながるというふうに私自身は確信をしております。日本の将来の人口ピラミッドでは、諸外国と違って、これから若い世代の方々がむしろマイノリティになってしまうというリスクがあります。だからこそ、若いこれからの日本の将来を担う世代の皆さんに政策に関心を持ってもらい、それを政治への関心につなげていく、そして政治や社会に参画してコミットしていこうという意識を育んでいくということが大事だと思います。つまり主権者意識を育むような、若い世代の方々に直接響く政策をもっともっとしていって、自分たちが日本の将来を背負っていくんだというような、こういった社会を私は兵庫県からまず作っていこうというのが齋藤県政の志でございます。そんな意味でも、日本維新の会の皆様には、共にこれからも将来を支える若い世代の人たちに、つまりワクワクするような、そんな施策や政治をやっていくということを一緒にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。斉藤様、ありがとうございました。斉藤知事はこの後公務が入っておりますので、退席とさせていただきます。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。また石川県が被災されたために、本日ご出席いただけなかった日本維新の会顧問、石川県知事の長谷博様より祝辞のメッセージを頂戴しておりますので、ご覧ください。皆さん、こんにちは。維新の会顧問の長谷博と申します。今般令和6年能登半島地震におきまして、維新の会の皆さん、全国から大変なご支援をいただいております。また馬場代表をはじめ議員の皆様方にも視察に来ていただいております。本当にご心配いただきありがとうございました。新年度を迎えましてですね、なんとか復旧そして復興へと、上下水道、道路、電力、通信、インフラ4点セットもそうですし、仮設住宅を建てて被災者の皆さんに少しでも安心していただきたいと思って頑張っております。ぜひですね、今日会場にお見えの維新の会の皆さん、ご支援をいただいている皆さんにも、北陸新幹線
敦賀から金沢へともつながりましたのでですね、北陸に足を運んでいただいて、泊まって飲んで食べて、また買って応援をいただくことも能登半島へのそして石川県への応援になりますので、よろしくお願いしたいと思います。それではますます馬場代表をはじめ維新の会の皆さんのご活躍を記念申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。頑張ってください。続きまして、ご出席いただけなかった長崎県知事の大石健吾様より祝電を頂戴しておりますので、ご披露させていただきます。党大会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げますとともに、馬場代表をはじめ党所属議員、特別党員、党員の皆様のさらなるご発展とご繁栄を心よりご祈念申し上げます。長崎県知事大石健吾、誠にありがとうございます。それでは議事に移ります。党大会規則第7条第3項、党大会の議長は党大会ごとに党大会において選任するとの規定に基づき、議長を選任しなければなりません。皆様にお諮りいたします。どのように選任いたしましょうか。ただいま司会者一人とのお声をいただきました。私から議長を指名いたしますことにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、私から指名で党大会議長に山下真奈良県知事を指名いたします。以降の議事は山下議長に進行をお願いいたします。山下議長、よろしくお願いいたします。それでは議事に移ります。党大会規則第7条第3項、あ、間違えましたすいません。ただいま議長にご指名をいただきました奈良県知事の山下でございます。これより議事進行に努めますので、よろしくお願いをいたします。党大会にふさわしいよう厳粛に努めたいと考えておりますが、何分不慣れでございますので、進行に不手際がございましたらご容赦くださいますようお願いをいたします。まず党規約第5条第5項の規定により、党大会は特別党員の2分の1以上の出席により成立いたします。本日の党大会招集日において議決権を有する日本維新の会の特別党員数は1001名でございます。本日の特別党員出席者は466名、委任状出席者420名を含め過半数に達しております。よって本日の党大会が成立していることをまずもって宣言いたします。では議案の審議に移ります。まずはじめに第1号議案、令和5年決算報告の説明を求めます。総務会長柳瀬博文君。令和5年日本維新の会決算についてご報告を申し上げます。すでに配信しております資料の令和5年決算書をご覧ください。ただいま収支の締め切り前につき暫定版ではありますが、決算書の内容についてご報告を申し上げます。まず収入ですが、前年からの繰越金として23億1548万1000円でございます。当費は4億2971万4000円です。このうち特別党員の皆様方からの党費が約3億3500万円を計上。このうちには国会議員団の身を切る改革として月額歳費約2割を徴収しております。
寄付として2532万9000円となり、旧文通費の各事務所の残金約1000万円も含まれております。令和5年の政党交付金として33億5145万1000円、その他収入として4億9428万4000円、これらを合計しまして収入総額は66億1625万9000円となります。次に支出でありますけれども、経常経費について人件費として2億7590万1000円、光熱水費は0円、備品消耗品として1581万円、事務所費として8315万9000円、これらを合計しまして経常経費は3億7487万円となっております。次に支出のうち政治活動費について組織活動費として1億85万5000円、こちらには現役世代の政治参画の障壁を取り除くため候補者へのベビーシッターの助成制度などの金額が含まれております。選挙関係費として1080万円、衆議院の補欠選挙や総支部がない県は本部直轄となり党本部からの支出となります。宣伝事業費として12億4448万4000円、衆議院選挙統一地方選挙に向けた候補者発掘キャンペーン、また統一地方選挙の広報費、今回統一地方選挙としては政党初となるテレビ CM 広告を出稿いたしました。他に機関紙日本維新の印刷発送費等も含みます。調査研究費として8260万7000円、寄付交付金として26億3165万7000円、こちらには統一地方選挙も含め地方選挙に出馬された方に総支部を経由しての公認料も含まれます。また支部交付金のほかに身を切る改革を形で示した被災地への寄付も含まれております。その他の経費として支給はございません。これらを合計しまして政治活動費は40億7040万3000円となり、支出の合計額は44億4527万3000円となります。またこれら全収入から全支出を差し引いた額21億7098万6千円が令和6年へとへの繰り越しとなります。以上令和5年の決算報告となります。よろしくお願い申し上げます。以上で柳瀬博文君の説明は終わりました。ただいま説明がございました令和5年決算報告は常任委員会の決裁を得て提出されております。ただいまの議案につきましてご意見ご質問はございませんか。ご意見ご質問がないようですので、それではお諮りいたします。ただいまの令和5年決算報告についてご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。第1号議案令和5年決算報告は承認されました。続きまして第2号議案令和6年活動方針案と第3号議案予算案は関連がございますので、合わせて議案の説明を求めます。幹事長藤田文武君。第2号議案令和6年活動方針案並びに第3号議案予算案についてご説明を申し上げます。一昨年の活動方針で掲げた中期経営計画における短期並びに中期目標は、第26回参議院の通常選挙で改選議席倍増の12名の当選、先の統一地方選挙でも地方議員数469名から統一選挙終了時点で774名を数え、いずれも目標を達成することができました。維新創業者の一人である松井一郎前代表は引退されましたが、引き続き馬場代表を先頭に全党員一丸となり、中期目標の達成と維新10年ビジョンを成し遂げてまいります。阪神大震災から28年、東日本大震災から13年経過し、さらには本年元日に発災した能登半島地震により、改めて我が国は災害大国であるということを強く認識し、未だ被災の影響が残るすべての方々に寄り添い、復興支援に全力を傾注してまいります。我が党は他党と違う本気度で古い政治の発想から抜け出し、次世代への徹底投資を継続することで日本の未来を切り開いていかなければなりません。政権与党による政治資金問題のみならず、相次ぐ政治家個人の不祥事などで高まる政治不信に対し、我が党は本党大会スローガンである腐敗した政治を浄化し、
今こそ日本大改革をと掲げ、中期計画として中期目標として次期衆議院議員総選挙で与党の過半数を割り野党第一党を獲得すること、衆議院議員総選挙3回以内での政権奪取を改めてご採択いただき活動方針といたします。活動方針の詳細は事前に配信しております令和6年活動方針案をご覧ください。活動方針案のご説明は以上です。関連して予算案に移ります。収入の部は前年度繰り越しとして21億7096万6000円に加え、政党交付金33億9444万8000円を見込み、特別党費や一般党費、寄付、その他収入を合わせて64億4293万4000円となります。支出に移ります。経常経費については昨年に引き続き、党職員増員計画のため人件費を昨年より多く計上し、日々進歩するウェブ環境や PC のインフラ整備に備品、消耗品費を多く計上しております。政治活動費につきましては、寄付交付金として昨年の統一地方選挙による特別党員増加に対し、都道府県総支部の特別党員数に応じてインセンティブを設けており、昨年の約15億を超える19億5000万円を計上、本年行われる地方選挙の公認料も引き続き総支部へ交付することとしますので、合計約23億8000万円を計上いたします。宣伝事業費として来る総選挙に向けた広報や党勢拡大のための広報企画を加え、約15億3200万円、この中には例年通り我が党が掲げる身を切る改革を形にした党所属国会議員の臨時特別党員から特別党費から捻出する被災地への寄付や見舞い金も含めております。調査研究費として約3億7000万円でございます。選挙関係費には総選挙と総支部がない県への公認料として8億9000万円を計上、組織活動費として党員管理費や創設以来公表の子育て支援制度を合わせて計上をしております。さらに今年度から当該都道府県の他党も含めた全議員数に対し我が党所属議員が占める割合を算出し、一定の基準を超える都道府県総支部は事務量も格段に増えることを考慮した上で、今年度については予備費1億5000万円の中から人件費の補助として追加の交付をすることといたします。支出合計は55億4490万円となり、残りは翌年の繰り越しとなります。予算案も先日配信しておりますのでご覧ください。私からは以上です。令和6年活動方針案、令和6年予算案を合わせてよろしくご審議をお願い申し上げます。以上で藤田文武君の説明は終わりました。ただいまご説明がありました令和6年活動方針案と予算案は常任委員会の決裁を得て提出されております。ただいまの議案につきましてご意見ご質問はございませんか。じゃあそちらの方。マイク持ってきますんで。こんにちは、議長お疲れ様でございます。慣れないかもしれませんけど頑張ってください。ありがとうございます。私は長崎県総支部のですね幹事長をしております山田博でございます。今日はですね、馬場代表をはじめ皆様方に一つのお詫びとまた感謝とですねご指摘をさせていただきたいと思います。まずお詫びでございますが、一昨年はですね大変皆様方には私の県総支部におきまして離島問題が皆様方に多大なご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。これからですね反省し、また飛躍を目指して頑張っていきたいと思っております。で、感謝でございますが、先ほど藤田幹事長がおっしゃったように、この党本部の職員の皆さん方におかれましては、大変ですね、厳しい財政状況にもかかわらず、また労働環境にもかかわらず、一生懸命ですね、対応していただくことに感謝申し上げたいと思っております。最後に指摘でございますが、一昨年にですね、マスコミ報道におきまして馬場代表と藤田幹事長に対してですね、公のこの公共電波を使って代表ですね役員会で
もう何というか大きなですね、分かってるのか分かってないのかとか言ってですね、誹謗中傷したようなマスコミの報道がありました。覚えていらっしゃいますか。誰とは言いませんけどもですね、離党されたですね、名前を言っていいのか分か、 分かりませんけど、この際言っておきます、鈴木参議院議員でございました。まあいろいろ言い分があったかもしれませんけども、先ほどですね、藤田幹事長がおっしゃったように、党一丸となって頑張っていかないといけないさなかにですね、ああいったことが二度とないように行ってもらいたい。なぜかと言いますと、あの直後に、この県総支部にも抗議の電話、また私も該当したらですね、普段は声をかけないのにもかかわらず、5、6人の人がかかってきましてですね、大変私はですね、クレームを言われました。どんなことが言ったかありますと、日本維新の会には大変期待をしていると、党一丸とで頑張ってるじゃないと、それをですね、後ろから鉄砲で撃つようなあんな行為は言語道断だと、何やってんだと、私はですね、まあ、今、声を大きく言っていますけど、こういうふうに大きな声をですね、朝の辻台からですね、5人の下からですね、毎日毎日、これが1週間続いたんでわけです。こういったことがないようにですね、私たちのですね、県総支部の井上秀隆代表を筆頭にですね、しっかりとですね、馬場代表と藤田幹事長でしっかりと守っていただきたい、そういったことを私は議長ですね、今日はですね、活動方針になって、一度、この一丸となって、総選挙に頑張っていこうということを決意をですね、ぜひ、馬場代表をはじめ、役員の皆さん方にですね、一言いただければと思うわけでございます。以上でございます。ありがとうございました。執行部への貴重なご意見大変ありがとうございました。では藤田幹事長お願いします。温かい激励のお言葉ありがとうございました。以上です。はい、そちらの方。ちょっとなんか喋りにくい雰囲気になっちゃいました。大阪衆議院大阪9区支部長衆議院議員の足立康でございます。先ほど吉村共同代表が危機感ということをおっしゃって、私ちょっと独り言でそうだって小さな声で言ったらなんか聞こえちゃいまして大変失礼をいたしました。共同代表から言われるまでもなく、私たち国会議員団そして全国の衆議院支部長はそうした危機感を共有していると思います。そうした観点から、今藤田幹事長からご紹介があった活動方針案について、政策面と選挙の目標の2点について、じゃあ短く、意見というかご質問というか申し上げたいと思います。1点はまさに今日のテーマにもあります日本大改革で、これは活動方針案の中にも日本大改革プランと鍵括弧付きで書いていただいているので、私は大変嬉しく思いました。2年前から打ち出している日本大改革プラン、ぜひこれを堅持してですね、かつての大阪都構想のに匹敵する熱量でこの大改革プランを来たる総選挙で訴えていくべきであるとこう思います。今年通常国会冒頭の代表質問、衆議院の代表質問では馬場代表からこのプランが抜け落ちました。で、私はその時に後ろを向いてないですねということをちょっと語りちょっと一言申し上げたんですが、まあいろいろ党内でご意見があったということですが、私はやっぱりブレたらあかんと、この日本大改革プランはまさに先ほど時田さんが発表された医療維新もですね、この日本大改革プランのパーツなんですから、そのベースが崩れたらあきません。しっかりと日本大改革プランを大阪都構想に匹敵する熱量で訴えていく、これを確認、それを方針としてそれでよろしいか確認をさせていただきたい。からもう一つは、先ほど馬場代表から矛盾はないんだとおっしゃった野党第一党と与党過半数割れの問題であります。まあ矛盾はないということですが、与党過半数割れはどう考えても他力本願です。2つの目標を比べたら、やっぱり私たちが堅持をしなければならない優先順位ですね。じゃあ2つのうち
どっちかだといえばどっちなんだといえば、私はやはり私たちは今国会第3党野党第2党なんですから、まずは準決勝で立憲民主党をしのいで野党第1党になって憲法改正をやる、国会改革をやる、これがまずは大事であって、それを死守をする、その上で自民党に代わる政権政党になっていく。ぜひ野党第1党というこれまでの目標が何か霞むことがないようにですね、これは死守をするんだという活動方針確認をさせていただければ幸いです。よろしくお願いします。藤田幹事長、よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。まず1点目の日本大改革プランについてはですね、私もその発案者の一人でありまして、これについては日本 その社会保障、税制、労働市場を一体的に改革していくという壮大なプランでございますから、これは選挙の上においても、まあ、私も先日本も書きましたが、この中でも書かせていただいた上で、あとは広報戦略上どのように選挙で訴えていくかということを練り上げていくということと、その他のマニフェストと並べてですね、国民の皆さんに理解していただくということをやっていきたいということには変わりございません。それから活動方針に記載しました中期目標につきまして、先ほど馬場代表からもありましたが、野党たるもの、与党の過半数を我を目指していくということは、この松井代表時代から変わらぬ、この明文化されずとも不分立として当然のごとく掲げてきた目標でございます。でこれまで中期計画では具体的に先ほどおっしゃっていただいたように、準決勝に勝っていくんだと、そして政治構造を変えていくんだということを分かりやすく党のコンセンサスとするために、野党第一党ということを掲げてまいりました。でその同時にこのあえて改めて並列でこの2つを並べ目標とするということをここで心合わせをさせていただきたいという思いで活動方針にも改めて文字化して明記をしたということでございます。ここからは選挙戦略に関わってくるので詳細は申し上げませんが、この2つの目標でやることは同じであります。まあ、ですからどちらが優先順位、どちらを達成するためにどちらかを下げるということはございません。やるべきことは1つでも多くの選挙区に我々の選択肢をお示しする、つまり候補者を擁立すること、そしてそこで必死になって、熱量を持って執念を持って活動していただき、一つでも多くの議席を獲得するということに尽きるかと思います。以上です。ありがとうございました。もちろんそうです。それを取り下げるつもりはございません。他にご意見ご質問ございますでしょうか。それではちょっと時間にも限りございますので、最後一番そちらの方。すいません、兵庫県尼崎市議会議員の別府健一と申します。日頃はですね、我々3年前の選挙でですね、合計11人の維新の会の議員が当選させていただいたんですが、政務活動費の不正支出の問題で1人の議員がですね、離党したんですが、除名になったんですけれども、その後、3人、離党、除団をさせていただきました。でその件でですね、他党から、言われるのが、維新の会は誓約書で除名になった場合はですね、議員辞職を行うというふうな形でその署名をさせていただいているんですけれども、いまだにその議員も現職で、市議会からですね、議員辞職勧告が出てる、3回出てるにもかかわらず、今も現職議員で、兵庫県警からは、起訴されております。でこういう形の問題をですね、ぜひとも誓約書の中のですね、実効性を持たせていただきたいんですが、どのようにお考えでしょうか。
ご質問ありがとうございます。確かに念書書いていただいておりますが、これ法的に我々が強制力を持ってその議員の首を切るということはできません。しかしながらそれは県連の対応の中で選対本部と協力しながら本人に通達し、本人に理解を求めていくということに尽きるかと思います。はい、まだまだご質問もあろうかとございます、あろうかとも思いますが、ちょっと時間の都合もございますので、一旦ここで、質問の方は打ち切らせていただきまして、採決に入らせていただきたいと思います。ただいまの令和6年活動方針案および予算案につきまして、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。第2号議案令和6年活動方針案および第3号議案予算案は承認されました。最後に第4号議案日本維新の会党規約改正案の説明を求めます。総務会長柳瀬博文君。党規約改正案についてご説明いたします。今回の改正は政治資金の取り扱いについての改正でございます。現行規定上、企業その他の団体からの寄付を受けることは禁止としておりますが、例えば業界団体が関係する政治団体からの寄付については特段の制限を設けておりませんでした。法律上問題はないというものの、維新版政治改革大綱でもお示しております通り、今回そういった政治団体からの寄付についても全面禁止しようとするものであります。禁止するのは政治団体からの寄付でありますが、本党、地域政党、本党の特別党員の関係政治団体は除外としております。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上で柳瀬博文君の説明は終わりました。ただいま説明がございました日本維新の会党規約改正案は常任委員会の決裁を得て提出されております。ただいまの議案についてご意見ご質問はございませんか。ご意見ご質問がないようでございますので、それではお諮りをいたします。ただいまの日本維新の会党規約改正案についてご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。第4号議案日本維新の会党規約改正案は承認されました。常任委員会からの議案の上程は以上でございます。議事はすべて終了いたしました。皆様のご協力により円滑な議事進行ができました。ご協力を賜り誠にありがとうございました。議長を務めいただきました山下知事、ありがとうございました。また議事がつつがなく円滑に終了いたしましたこと、皆様のご協力の賜物と改めて感謝申し上げます。さて、日本維新の会は結党から8年が経過し、現時点で特別党員1005名、一般党員約4万9500名を要する政党となってきました。これもひとえに皆様方の日頃の活動のおかげと深く感謝申し上げる次第でございます。そこで一般党員獲得に顕著な功績がある特別党員及び総支部を称えるため表彰を行いと存じます。お名前の呼ばれた方には馬場代表より表彰状を授与いたします。馬場代表ご登壇ください。まずはじめに個人表彰です。和歌山県議会議員浦平義弘さん、愛媛県議会議員西岡新さん、以上2名でございますが、西岡さんにつきましては本日所用のため欠席ですので後日お渡ししたいと存じます。表彰状浦平義弘殿、貴殿は令和5年における一般党員獲得数が優秀であり他の模範となるもので、党勢拡大に大きく貢献されました。したがってここにその功績を称え表彰します。令和6年3月24日日本維新の会代表馬場伸幸、誠もよろしく。
続きまして総支部表彰は神奈川維新の会でございます。本日は神奈川維新の会を代表して神奈川維新の会代表である金村龍那衆議院議員にご出席いただいております。表彰状神奈川維新の会殿以下同文です。今後ともよろしく。恐れ入ります。お写真をお撮りいたしますので、そのまま正面のカメラをご覧ください。馬場代表ありがとうございました。表彰された皆様に盛大な拍手をお願いいたします。それではここで本日本党大会の企画運営にあたりました党大会実行委員会のメンバーをご紹介いたします。実行委員会のメンバーはお名前を読み上げますので、その場でご起立くださいませ。はじめに実行委員長京都府議会議員上倉清之、続いて実行委員大阪府議会議員大野千佳子、参議院議員金子道人、大阪府堺市議会議員西田博信、埼玉県埼玉市議会議員吉村豪介、最後に司会を務めさせていただきました私京都府亀岡市議会議員の松山雅之と、私東京都武蔵野市議会議員の深田公子でした。続いて昨年までの日本維新の会の躍進、そしてそこへ至るまでの道のりを振り返るこちらの動画をご覧ください。2023年勝負をかけた第20回統一地方選挙、昔の政治よりは僕らはまともな政治をやってきます。結果日本維新の会は大躍進を遂げた。共に改革をなす仲間たちの灯火を全国へ広げることに成功し、そして情熱の明かりはますますの拡大を続けている。しかしその道のりは決して平坦なものではなかった。2010年自民党会派維新の会が当時の大阪府知事を誘う形で大阪維新の会を結党。2011年大阪府議会の過半数を獲得した後、議員定数2割削減の大改革を成し遂げ、翌年日本維新の会を発足させた。しかしその後合流と分裂を繰り返し、再び真の維新スピリッツを持つ有志が集まってひらがな大阪維新の会が発足。ぶれない姿勢として身を切る改革を掲げ続け、古い政治を壊し新しい政治を作るべく賛同する有志たちが全国で戦い続けた。2022年には中期経営計画を発表、統一地方選挙での躍進へとつながった。維新の会はこれからも日本全国のさまざまな場所でさらなる挑戦を続けていく。目標は与党の過半数割れを目指すことである。そして野党第一党へ。
皆様改めまして、先ほど活動方針承認をいただきましたので中期経営計画を おさらいしながら、改めて皆さんと共に心合わせをさせていただきたいと思います。まず2年前の党大会で打ち立てた目標はこの3点でございます。参議院選挙、そして統一地方選挙、そして来るべき衆議院選挙の目標でございます。昨年行われました統一地方選挙の結果は先ほどの動画にもありましたが目標600名以上の議員数となるというところ結果直後で774名という選果を上げることができました。個別に見ていきますと吉村知事の再選、横山市長の誕生、奈良県では山下知事の誕生、そして後半戦に行われました林由美衆議院議員の初当選ということがございました。それから抜粋ではございますが各都道府県議会議員の選挙、そして政令市の選挙では大幅に議席を増やす都道府県が増えました。大阪府議会市議会の過半数達成に加えてその他これまで少なかった都道府県でも多くの議席をお預かりするということになりました。それから取り組みとして統一地方選挙以降公認料を配布、交付することをスタートいたしましたがこれについてはその後の選挙も継続し今年も継続してまいります。また子育て支援策といたしましてシッター代等を助成するという制度を統一地方選挙では55名内訳でいうと男性27名女性28名がご活用いただき大変好評をいただきました。こちらについても今後も継続させていただきます。現状といたしましてはその後も選挙を戦いまして足元804名の地方議員首長数となりました。国会議員の方はですね衆議院議員が41名参議院議員が20名、これに先ほどご挨拶をいただきました前原代表が率いる教育無償化を実現する会との統一会派を結成ということがございます。現状把握をいたしますと5年で約2倍を超える特別党員、現職議員数となりまして現在では国会議員を合わせまして865名の現職議員が誕生しております。中期計画はこの3つのターゲットを設定してまいりました。今回改めて来るべき衆議院選挙では自公政権の過半数割れに加えて野党第一党というこの2つの目標を達成するために皆さんと共に奮闘していきたいとこのように考えております。実行戦略では少し前回から微修正いたしましてこの4つを掲げさせていただきます。まず地方組織のガバナンス強化であります。現在の支部数はかなり増えまして37支部という形でまだ空白権がございますがこちらも議員が増え次第設立をしてまいりたいというふうに考えております。選対本部では国政選挙の選考のみならず全総支部の擁立目標の統括総支部の新規設立候補者の擁立サポートまた本部による運営ノウハウの共有等をサポートしまたさまざまなトラブル等のリスクマネジメントのサポートも引き続き行ってまいります。こちらは2年前からスタートしました特別党員数に応じたインセンティブ制という形で総支部への配分をルールを決めて進めておりますが今年はこれに加えまして事務職員がなかなか雇用できない資金的に厳しいという総数が増えた支部に対して一定のルールを設定した上で事務職員サポート資金を交付させていただくということを追加でスタートいたします。また党本部にはさまざまなサポートをしていただいておりまして例えば統一地方選挙の際活動の手引きマニュアル等を再整備することやまたはスピーチ講座公選法のレクチャーなどなどさまざま党職員の派遣や遠隔でのサポートをさせていただいておりましてこちらも引き続き強化をしてまいります。2番目は政調会政策立案機能の強化でございます。音喜多政調会長のもと全国政調会というシステムが機能しておりまして昨年におきましても定期的な全国政調会長会議を開催させていただいております。また全国政調会主催の勉強会こちらは特別党員の皆様ネットでのオンラインでの参加ができるようになっておりますがこちら昨年では40回の開催今年はすでに8回の開催が進んでおります。
また維新政治塾7期生は卒業生が445名、この中からもたくさん、議員への挑戦をしていただきました。また、昨年もそして今年もですが、総支部でも維新政治塾を開催していただいております。また本部に おきましては今年2024年も維新政治塾8期生を開校予定としております。政調会の取り組みとしてはマニフェストブートキャンプ、こちら音喜多政調会長が8時間かけまして夏に402項目を築城解説するということを皆様にオンラインでお届けさせていただきました。また新たな取り組みとして若い方のお声をしっかりと政策提言に反映させていこうということで、これポリポリさんという会社と提携をいたしまして、リバースメンター制度という形で提言をいただき政策立案に生かしております。また皆様の中にも手を挙げていただいた方が多数おられますが、地方議員の政策コンテストの第2回も昨年開催させていただきました。また外部専門家による特別研修も実施をいたしました。一つの事例といたしましては、カエカさんという会社と連携をいたしまして、スピーチや演説のトレーニング研修をトライアルでスタートいたしました。また折からのこの自民党派閥における不正な売上操作、キックバックによる多額の裏金作りが発覚し、国民の信頼を逸しております。我が党におきましては、党内に馬場代表を本部長とする政治改革実行本部を設置いたしまして、政治改革の議論を徹底的にしてまいりました。ここにおきましては、国会議員団のみならず、全特別党員の周知を集める維新にしかできない決定プロセスを実行いたしまして、平場の議論も複数回皆様と共にさせていただきました。これにおきましては、政治改革、政治とお金の話だけではなく、政治資金改革に加え、選挙制度改革、そして国会改革をもカバーする政治改革大綱維新版を発表させていただきました。そして発表するのみならず、他党との違いというのはこちらでございます。我々は自らが率先して実行し、信頼を醸成していくという観点から、これまで行ってきた企業団体献金の受け取りの禁止、旧文通費の使途公開に加えまして、こちら、政治資金パーティーにおける企業団体売りの禁止、それから政策活動費のさらなる透明化、ルール化の徹底、政治家以外を会計責任者とすることの禁止等、法律が出来上がる前に、我々が率先して姿勢と覚悟を示していくということを引き続き進めてまいります。また政策立案機能の強化では調査会を積極活用してまいります。今国会でも動きが予想される憲法改正、また皇室については、憲法改正調査会、そして皇室制度調査会が従来より設置されておりますが、こちらも動かしてまいります。またこれに加えまして、新たに安全保障の政策を広く、そして深く我々の蓄積を積み重ねていくために、安全保障改革調査会を立ち上げることを決定いたしました。政調会では現役世代の活力を取り戻す経済社会の構造改革、特に現役世代の活力を取り戻すことで高齢者の皆様にも安心していただける、そういう政策を実現していくために、さらなるブラッシュアップを行ってまいります。また現実を直視した安全保障改革、こちらについても我々が政権政党を目指す上でしっかりと骨太の改革案を提出して、提言してまいります。そして何よりすべての元となる我々政治家自身が襟を正す腐敗した政治を浄化する政治改革を引き続き訴えてまいりたいと思います。3つ目は積極的な広報活動の展開でございます。先ほど総務会長の柳瀬総務会長からご案内がありましたが、統一地方選挙におきましても積極的に広報活動を展開してまいりました。ご案内の通り、他党がやらないテレビ広告を初めて政党で打ち出しました。それに加えましてネット戦略も大変うまくいきました。日本維新の会のこの例えば YouTube 等をはじめとする動画チャンネルの視聴回数は他を圧倒する実績を上げることができました。またこれに加えまして、昨年度の後半からは党本部内に動画編集チームを設置いたしまして、機動的に短編動画等のアップを行っております。さらにこのネット戦略については強化をしてまいります。
また代表キャラバンの実施が進みました。昨年合計45都道府県まで至りまして、残るところ高知県そして山形県という2つのみになりました。これも引き続き代表には選挙に向けて全国を飛び回っていただくということになります。また候補とは少しずれますが、国際局というのが幹事長室にございまして、こちら初の試みとして馬場代表を代表団とする米国ミッション派遣を行いました。続きまして4つ目の党本部機能の強化でございます。まず職員数を増加していこうということで、少しずつではありますが採用がうまくいきつつあります。この計画を発表した当時は19名だった本部職員は、大阪東京合わせまして31名まで増加させることができております。これを2025年度中に野党第一党たる事務職員数を目指して50名体制を目指すということをコミットさせていただきたいと思います。そして人員数を増やすだけでなく、採用育成評価の好循環を作っていく人事制度改革を実施しております。具体的には例えば人事評価制度の自己評価シートを昨年より導入いたしまして、上長が評価をさらに細やかくする、そして、それらのパフォーマンスを上げていくということを目指しております。またデジタル化についても新たな取り組みとして、公認の DX システムの開発を行ってまいりました。こちらはほぼ完成を見ておりまして、今後この党大会が終わりました後、各総支部に皆さんに使い方を説明し運用を開始いたします。まあ、民間企業ではもう多様なプロセスにおいてデジタル化が推進されておりますが、政党は非常に古い仕組みで動いております。この DX システム、どういうものかと申しますと、例えば候補者がいらっしゃいましたら、まずはオンライン上で公募が行える。そしてその公募フロー、採用の選考フローが権限者に閲覧権限が付与され、それぞれのステージがチェックができる。つまり漏れ落ちがなく、そして公平公正に、そして事務職員の手間も大幅に削減できるというものでございまして、民間では当たり前になっているデジタル化を政党でも率先して、おそらく現政党では最先端の仕組みを取り入れて進めてまいりたいと思います。そして最後に、来るべき国政選挙に向けてでございます。これまで昨年もこの国会議員募集広告をポスターやウェブ CM を使いまして広報してまいりましたが、引き続き積極的に公募を進めてまいります。現在衆議院の擁立状況におきましては、現職41名、支部長113名、実は先ほどの常任役員会で2人承認されまして、内定が2人増えまして、合計で156名となっております。さらに空白を埋めるために積極的に擁立を進めてまいります。衆議院におきましては空白区の擁立の加速、そして参議院におきましても来年行われる予定でありますこの全選挙区におきまして公募を正式にスタートしてまいります。明日から公募書類がアップされますので、皆様方にも拡散のご協力をいただければと思います。改めまして、次期衆議院選挙の目標は自公政権の過半数割れ、そして野党第一党を獲得することでございます。こちらは先ほど共同代表からもありましたように、非常に厳しい道のり、危機感を持って臨まなければ達成できない非常に高い目標でございます。しかしながら、今日お集まりの皆様、そして今日ご欠席でもあります仲間の特別党員の力を一丸となって合わせることができれば、執念を持って、そして信念を持ってこの目標を達成できると確信をしております。ぜひとも皆さん、腐敗した政治を浄化し、そして今こそ日本大改革を実現するために皆さんと共に心を合わせ邁進してまいりたいと思いますので、どうかどうかよろしくお願いを申し上げます。以上です。ありがとうございました。藤田幹事長、ありがとうございました。さて、我が党は先ほど可決されました活動方針の中でもございました通り、何としても与党過半数割れ並びに野党第一党を獲得しなければなりません。我が党では次期衆議院総選挙に向けて多数の衆議院選挙区支部長を選任しております。また4月28日には衆議院補欠選挙も控えております。まずは目の前の衆議院補欠選挙を勝ち取らなければなりません。
そこで衆議院補欠選挙を戦っていただく候補予定者から一言決意を述べていただきます。東京都第15選挙区支部長金沢由衣さん、長崎県第3選挙区支部長井上章一郎さん、以上2名の方はご登壇お願いいたします。まず東京都第15選挙区支部長金沢由衣さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。東京15区江東区の衆議院支部長の金沢由衣でございます。まず本日はこのようなご挨拶の機会をいただき誠にありがとうございます。また前原代表、上からで恐縮ではございますが推薦をいただきまして、どこに入っちゃった、はい、誠にありがとうございますと改めてお伝えしたかったです。私2013年から2019年社会人時代を大阪で過ごしました。その際に維新の改革を身をもって経験しました。それまでは政治家なんて頼っても無駄だし、テレビをつけても人格否定ばっかりしてるし、自分で仕事をしてやっていくしかないと思っていました。ですが大阪の街本当に住みやすくなりました。その改革を見て、まだまだ政治家も捨てたもんじゃないなと思ったのが非常に懐かしいです。そこから2020年に紆余曲折ありまして東京に戻ってきて、サラリーマンを退職して支部長を拝命いたしました。その時の最終面接に馬場代表がいらっしゃったんですけども、グリコ辞めて大丈夫なんと、ええのってめちゃめちゃ心配されたのが非常に懐かしいです。そこから活動を始めてもう5年目となりました。5年前は日本維新の会といっても誰も東京では知りませんでした。私上下白なので宗教団体にも間違えられたこともあります。ですがそこから辻立ちは1万5000回を超えました。個別訪問も10万件、ポスターは1000枚、本当にまだまだかもしれませんが、現職に混ざって支部長にもかかわらず地元のイベントでは挨拶をさせていただく、本当に地元の方々に支えられながら活動してきました。そして令和3年の初めての衆議院選挙で44,882 票をいただきながらもわずか 1.9% 足りず惜敗ということになりました。この時ほど自分の力不足を悔しいと思ったことはありません。正直そのまま支部長を続けるか迷いました。支部長の方もいらっしゃると思いますが、お金本当にかかりますし、なかなか自分の生活もあるので苦しいと。ですがどうにか地元の皆様の期待に応えたいなと、その思いで落選した次の日から駅に立って活動を続けてきました。私の目指している社会は頑張っている人が報われる社会です。今回の衆議院選挙、東京だけではなく、先ほど代表もおっしゃられてましたが、日本全体で日本維新の会に関わる本当に重要な選挙だと思っています。はっきり言って維新の風というのはほとんど吹いておらず、もう地元でどれだけ足腰を固めて活動するかが大事だと思っています。前回の衆議院選挙では馬場代表は門前仲町に、吉村共同代表は嵐の中豊洲に、そして藤田幹事長は亀戸に応援に来てくれました。次の選挙も東京と長崎にもう日替わりで入ってくれると信じておりますそして皆様、一人では何もできません。どうか皆様、選挙前選挙中も応援に来ていただければと思います。しがらみのない維新の政治で、そして私の民間目線で共にこの日本を
良くしていきたいと思ってます。区民の皆様、国民の皆様の声で国や政治が動いていく、そんな世の中を作っていきたいと思いますので、引き続き皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。共に頑張ってまいりましょう。次に長崎県第三選挙区支部長井上翔一郎さん、お願いします。皆様こんにちは、長崎3区の井上翔一郎と申します。この度自民党の谷川弥一さんが議員辞職をしたことに伴いまして、行われる補欠選挙長崎3区からチャレンジさせていただくことになりました。遅くなりましたけれども、今月に入りまして長崎3区の街頭に立ち始めております。非常に多くのお声をいただきます。その中で政治と金の問題に関するお怒り、これは当然聞きます。それ以外にもですね、前回自民党に票を入れたこと、谷川さんを支持したこと、それを悲しんでいる方たくさんいらっしゃいます。長崎の恥だと、その選んでしまった我々が恥だというふうにおっしゃられる方もいらっしゃいます。街頭でそういう言葉を受けてですね、そういう政治家にはなってはいけないなと、一票を投じてくれる方々の期待を裏切るような政治家には絶対なってはいけないな、で日本維新の会から出ればそういう政治家には絶対なることはない、きれいな政治を実現できるな、そういう思いを日々かみしめながら街頭に立っております。今回の選挙戦、私のキャッチフレーズは日本の選択を掲げさせていただきます。もう一つの選択は選ぶ方の選択肢。長崎県は自民党と立憲民主党の候補が出馬すると。で私自身も昨年までは普通の一有権者でした。どっちに入れようかなと、自民党じゃないけど立憲民主党でもない、そういう国民県民の方たくさんいらっしゃったはずなんです。私が日本維新の会公認候補として出馬することによって、長崎の皆様に新しい選択肢を、そういう思いでおります。そしてもう一つは選択です。今日の党大会、ここに掲げられていますが、腐敗した政治を浄化する、そっちの選択も行っていく。みんな長崎の政治がいかに腐っているかということを思い知りました。そういった県民の国民の声を日本維新の会の候補私に投票していただくことで、政治の姿、これは長崎だけじゃなくて日本の政治も大きく変えていく、そういううねりにしていきたい、全力で頑張っていきます。ただ私一人では無力です。ここにいる皆様の多くのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。目の前の衆議院補欠選挙を勝ち抜き、次の衆議院総選挙につなげていかなければなりません。ここで支部長が述べられました決意を実現するため、本日ご出席いただきました特別党員一般党員の皆様と共に頑張ろうコールを行います。本日の開催地でもあるこの京都から、立憲民主党泉代表の対抗馬であり激戦が想定される京都府第三選挙区支部長であります木村元基さんより頑張ろうコールを行っていただきます。そのまま支部長2名には壇上に残っていただきまして、さらに木村支部長、本日の党大会でお世話いただきました京都維新の会の皆様、ご登壇ください。それでは木村支部長、この後の頑張ろうコールよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、京都3区支部長の
木村元樹です。私ですね、昨年の5月に京都3区の支部長に就任をいたしまして、本日初めての党大会をここ地元京都で迎えられるということで本当に嬉しく思っております。本日3月24日というのは日本維新の会の党大会であると同時に我らが京都維新代表の堀場幸子さんのお誕生日でもあります。この素晴らしい日にここ京都でしかも最後の頑張ろうコールという大役をですね仰せつかりましたこと本当に光栄に思っております。先ほど松山さんの方からご紹介もいただきましたが京都3区、京都市の伏見区、京都市の一番南ですね伏見区、それから向こう市、長岡京市、大山崎町という4つの行政区を含む選挙区になってございますが、現在そこで小選挙区の議席を有しておりますのが立憲民主党代表の泉健太さんです。おそらくこの中で泉健太さん知らない方ほとんどいらっしゃらないんじゃないかと思います。でも一方で木村元樹誰やそれと今日初めて見たという方は正直なところそれなりの数いらっしゃるんじゃないかなと。これはひとえに私のまだまだ活動不足努力不足が原因ですので、この後なんとか巻き返して精進してまいりたいというふうに思いますが、泉健太さんこれだけの圧倒的な知名度を誇る方が今議席を有しているこういう選挙区でございます。そして泉さんだけではございません。歴史的にはですね自民党さんあるいは共産党さんが小選挙区の議席を有していたこともある今なお、非常に強い地盤を有しておられるそういう選挙区でございます。間違いなく大激戦が予想されるそういう選挙区です。いろいろ活動しておりますと、近畿ブロック日本維新の会は、それなりに比例復活の可能性高いから比例復活できるんじゃないというようなことも正直よくお声をいただきます。しかしそれでは意味がないんです。意味がないんです。やっぱり先ほどから話がありましたように今回衆議院選挙で何としても野党第一党を目指していく、そしてその先には自民党と比肩されうる政権選択政党としてしっかりと国民の皆様に我々日本維新の会が掲げる政策をお示ししていく、そのための最も象徴的な選挙区であると、これが京都3区であると私は考えております。ですから何としても小選挙区で私はこの京都3区で勝ち切ること、それが私に課せられた大きなミッション使命であるというふうに考えております。ありがとうございます。以前別のところでこのお話を申し上げたところですね、馬場代表からあそうかと、じゃあ木村君はもう比例名簿に名前載せなくてええんやなということを言われたんですが、そういうことを申し上げているわけではございません。あくまで決意として心意気として何としても小選挙区で勝ち上がる、このことをそこに向けて今なお精進してまいることを皆様の前で固くお誓い申し上げて私のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。それでは皆さん最後頑張ろうコールに移りたいと思いますので、どうぞご起立くださいますようお願い申し上げます。私発声いたしますので、それに続いて頑張ろうと3回ですね、同時に右手の拳を高く突き出していただきまして声高らかにご発声をお願いいたします。それでは参りましょう。まずは来月に実施されます東京15区の金沢由衣さん、そして長崎3区の井上章二郎さん、補選2つの必勝と、そして来たるべき大戦次期衆議院選挙に向けての第一党ダッシュ、さらなる日本維新の会の飛躍大躍進に向けて心一つに一致団結して頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして日本維新の会令和6年定期党大会を終了いたします。不慣れなため拙い司会進行でございましたが、皆様のご協力を得まして最後に到達することができました。改めて感謝申し上げます。
何度も申し上げますが、次期衆議院総選挙は我が党にとって重要な選挙です。本日皆様の前でこれから始まる激戦の荒波に立ち向かう決意を新たにできた党大会となったかと存じます。また本日の議案等は情報管理システムにデータとしてアップロードしておりますので、ご参照ください。